ただきます。どうす、今日はお風の過ごし方を、撮っていきたいと思います。いつもはこの時間に起きます、お風の日は。はい、では撮っていきたいと思います。お願いします。今朝食事食べて帰ってきました。これからは自分のオフのしっかりオフの充実した過ごし方を撮っていきたいと思います。では今から歯磨いて顔洗ってやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。仲のいい大迫くんと川崎敦さんです。今日は役者の YouTube です。役者の YouTube? 練習終わりです、この2人は。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。自分にヘビーですからね。ありがとうございます。はい、そうですね、まあ、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。学食行ってきます。学食行ってる。学食行ってきます。バイ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 。僕は普段このクリニカってやつ使ってますね。よく。自分っすね、畑山っていう、早起き大学サッカー部の YouTuber、 今 B ストップ北海道で出る人なんですけど、自分結構それ見るの好きで、もうなんかすごい大学生って感じするなって思いました。先輩の楽しいいるアビスパ福岡でプレミア特定王の石井龍馬さんが来ます。いります。まあ、好きな皆さん YouTuber とかいますか？皆さん好きな YouTuber。 自分はまあ今最近流行りのラフレンジを見たりしたり、あとはコムドット好きなんで、コムドットの購入品動画とか見たりしてますね、僕は。あとこれ高校の時のタオルなんですけど、まあ懐かしいっすね、本当に。体育祭だったり高校総体選手権でやっぱ使ったタオルなんで、まあ多分みんな持ってると思います、大須高校卒業生は。はい、じゃあ着替えていきたいと思います。ということで、着替えていきました。今からはちょっと自分一人で映画館を見に行きたいと思ってます。まあ何の映画を見るかっていうのはまあ楽しみで、まあ着いてから言いたいと思います。では布団も綺麗にしたので、ではじゃあ行っていきたいと思います。またムービックス橋本っていうところなんで、またその映画館でお会いしましょう。安島選手です。今何してるんですか？伝統っていう
仕事してます。あ、本当、はい、頑張って。ありがとうございます。一人今から映画見に行ってきますということで、ちょっとひだがくんの部屋でちょっと覗いていきたいと思います。では、ひだがくんの部屋に入っていきたいと思います。ここが日高くんのベッドですけど、すごいなんか快適に過ごしてます。こんにちは、日高くんです。これ何、これオフ密着、今日日高くんの帽子がいっぱい、それと香水ですね。あ、マキさんといて、あとはサングラス。靴が好きらしくて、ちょやめてよ、あんま映さないでよ。これいくらすんの、こういうの。そんな、そんな感じじゃない。ジョーダン大好き。ジョーダン大好きらしいです。じゃあ、映画行ってきます。じゃあ、またね、ひなさん、バイバイ。映画帰ってきます。こんな感じです、香水の量は。すごい住みやすい場所っていうか、まあいいところですね。本当に自分結構自然好きなんで、田舎に住んでたんで、熊本の時は。だからやっぱ結構好きで、まあ映画見て帰ってきて、まあ係の仕事だったりあるんで、やっていきたいと思います。今日ちょっと暑いな。結構好きな YouTuber とかいますか、皆さん。2回目聞きましたけど、うわ、びっくりした、びっくりした、うわ、びっくりした、ヘビーマン、ヘビー、びっくりした、びっくりしたー。ということで、バスが来るんで、止めていきたいと思います。着きました。ここが橋本です。やっと着きました。やっとって言っても、まあ、一息なんですけどね。一息なんですけど、着きましたと。まあ、結構人多いっすね、今日は。はい、なんで一人で語ってんだと周りのカフェの人が見られてるんですけど、まあ、今日はちょっと YouTube の動画撮影なんで、ちょっと見ていきたいと思いますね。皆さん好きな音楽とかありますか？自分は結構最近だとナイトダンサーって言って、あの、あるんですけど、まあちょっと歌詞忘れてますけど、はい、その歌結構好きで、寝る前聴いたりします。あと立体音響って言って YouTube であるんですけど、それを見たりした、聞いたりして、すごくいいですね。ライブ行ったと思います。お金下ろしてきました。今から映画館に帰っていきたいと思うんですけど、結構楽しみにしてたんですよね、この映画。自分映画って基本あんまり自分見ないですけど、まあ、今回ちょっと合ってる映画はすごい自分めっちゃ好きなんで、ちょっと見ていきたいと思います。すごいやっぱ栄えてるな、橋本って。熊本でいうクレアみたいな感じですね。クレア、まあ、熊本県民の人は分かると思うんですけど、クレアっていうんですけど、でっかい、まあそこみたいな感じで、まあ、すっごい見られる YouTube 撮ってると。着きました、映画館。ではちょっと入って待機していきたいと思います。無事買えました。どうやって入んの。スーパーマリオブラザーズです。こんな感じであります。映画なのかわかんないけど、ちょっとまた映画館入ったら中でまた2時間後お会いしましょう。バイバイ。
ってことで、終わりました。ムービックスの マジで面白かったです。ちょっともう一回行ってみたいなってすごい感じて、あとはまあすごいめちゃくちゃ楽しかったっていうのが一番ですね。はい、いやマジで面白かった。いやーでもなー、やっぱマリオかっこいいっすよやっぱ。はい、めっちゃ好きでしたね。皆さんはぜひ、スーパーマリオを見てほしいと率直に思いました。自分はい、めちゃくちゃ思いました。じゃあまた、これからバスに向かうんですけど、ちょっと時間があるんでちょっと熊本弁講座をしていきたいなと思ってまして、まあ熊本弁っていうのは県、倍、体、門、門って門ってあるんですよ。なんなん門みたいな、わかるんですけど、そういったちょっとイントネーションが違うって感じなんで、はい、いや熊本弁は少し難しいですけど、こっちに来て自分を自分が言ってるとやっぱ結構何言ってるか分かんないみたいな感じなんで、はい、今時刻が3時なんで帰ってちょっと寝て、6時からスクール、サッカースクールをとか教えていくんでアルバイトですね、やっていきたいと思うんで、そこまでちょっと時間を潰したいっていうか、まあ寮に帰ってゆっくりして行きたいと思います。じゃあまたお会いしましょう。やっと着きました。法政大学の寮の坂なんですけど、そんな感じです。おっと、ここで1年生が仕事をやってます。松村くんです。あ、 YouTube ですか。YouTube じゃあ松丸くん一言。伝統なのに成功ですね。バイバイ。さあ、それでは1時間後またちょっとバイトがあるんで、それまでちょっと見たいと思います。今から準備していきたいと思います。じゃあまた。ではオリバス行っていきたいと思います。行ってきます。はぁ、無事着きました。お疲れ様でした。大工お疲れ様でした。お疲れ様です。大丈夫ですか。大丈夫です。中学生やったと思うんですけど、はい、低学年ちょっと、まあどういうことを教えたんですか。やっぱり自分は低学年やったんですけど、まあサッカーが楽しいっていう一番大事な部分を教えなきゃいけないんですけど、まあやっぱりみんなやりたい放題で、まあ難しい部分もあって、まあでもやっぱりサッカー楽しいんで、はい、はい、中学生たちも自分も一緒に頑張ってやってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、こんな感じでアルバイト終わりました。今8時ですね。帰ってご飯を食べてお風呂入って寝たいと思います。じゃあまた食堂でお会いしましょう。お疲れ様でした。今日はお風呂から上がりました。お疲れ様です。お疲れ、お疲れ、お疲れ。仕事してます、1年生。ということで、夜飯の準備をしていきたいと思います。今日は、カツ丼？カツ丼かな？カツ丼。
味噌汁、卵、納豆、牛乳ですね。まあ今日はオリバスでバイト終わって今9時なんですけど、すごくいい密着動画になったと思います。ですがあと最後にストレッチして、布団でまあデビと野田とシュータと3人にゆっくりして寝ます。なんで今からご飯を食べていきたいと思います。じゃあまた後でお会いしましょう。じゃあ今からストレッチをしていきたいと思います。では入っていきます。お疲れ様です。皆さんこんな感じでケアをしてます。この二人は矢板中央高校出身で、ちょっとお腹いいクソカマチな二人です。ということでです。はい、クソカマチです。こいつで、今からスイッチしていきます。皆さんケアを怠らずにやっていきましょう。はい、やっていきましょう。活躍は怪我してるんですかね。怪我してます。しっかり早く復帰してもらいたいです。はい、じゃあまた部屋でお会いしましょう。はい、ということでストレッチも終わって、歯磨きも終わって、もう10時半過ぎなんで、もう寝たいと思います。明日も練習があるんで、お風呂の練習があるんで、しっかり寝ていいコンディションで練習に向かいたいと思います。もうデビュー、同部屋のデビューも寝てるんで、しっかりみんなでいい睡眠をとって、まあ明日の練習をいい雰囲気で迎えたらと思っております。いかがでしたか今日の動画は。まあこれが自分の一日の流れっていうか密着なんで、オフはこんな感じでみんな大学生、法政の学生は過ごしてます。なんで皆さんもいい一日を過ごせたらと思ってます。ありがとうございました。この動画を見てよかったと思うなら、チャンネル登録、グッドボタン、そして高評価よろしくお願いします。ではおやすみなさい。